い、どうぞ。ご用件は？マロさんですね。はじめまして。ああ、おかけください。あ、電話でお話のことは伺っております。命を狙われてる。そうなんです。たった今も。誰だ？すいません、開かなくなっちゃったんですけど。死ねえ。うわあ、俺俺貴様、わしを撃つ気か？そうだ、死ねえ。危ないじゃない、これ。危ないよ。うわあ、入った。今夜は最高 NG 酒。相当頑丈だな、俺の頭。大丈夫です。大丈夫。大丈夫。もう終わったんだ。終わったよ。けいれんしなくていいよ。あ、でも痛かった？どうしたの？顔をぶつけちゃった。そのまま。どこに顔ぶつけたの？床に。床に。なんで顔ぶつける？このまんま行っちゃった。最後までこんなんばっか。この番組は音と光の未来を開くパイオニアの提供でお送りします。風景に合わせて、時間に合わせて、6連装 CD マガジンを選ぶ。デジタルサウンドが加速する。 CD がシーンを語り始めた。パイオニア、エクストラカーコンポーネント、カロッツェリア。おう、ビッグニュースだぜ。ミュージックにビジュアルがついたぜ。慌てんじゃねえぜ、おいらにはとっくにお見通しだぜ。いきなし CD、 ビシバシ LD、 トンネルでは強くおすすめしたい。今度の LD は買いだ。パイオニアレザーディスク CLD100、 7キッパで新登場。シーンが見えると音楽はもっと楽しい。さて、今夜の今夜は最高は最新の NG 集ということになりました。ゲストはおなじみの和田弁さんでございます。よろしくお願いします。ゲストだからストやってるこれも NG か現在進行形だから ING やまあとにかく VTR をご覧くださいませ。すいません。同じとこから。はい。今からからいいですよ。中山さん。なんで今日優しいんだろう。アイドルって言うと全然態度違う。ニコ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 してる。タモリさんもいいですか。もう一回やらせていただいて。優しいな。サービスの延長が来ちゃったよ。
階でもいいよ。おじさんはね、芸能界のエレベーターって言われてるんだから何階でもいいよ。みんな優しいな。草笛光子さんと大違いじゃない。さっきまで俺一人あんた思い出してた時にシャイなうちのハートに、あ間違えたね、全然違う、ハートのルージュがシャイが先だよ、バカ野郎。And my heart is cold. You. I'm Michael Jackson.In 60, we sang Boo Hawaii. Everybody know Boo Hawaii. It's great. Ouch! Bombs! Bombs! But the Bieber, not a motion picture, every spend the kind of hit. Bombs! Sit down, sit down, sit down, Bombs. You know, I love Elvis. Yes, I dedicate Elvis. Bombs, hey, hey, sit down. Bombs! Vamos! 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 Sit down, sit down. Vamos, 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 vamos! Vamos! Oh! 撮るときはどうやる？首絞め、いや、締めさせないもんですね、首に。うわぁ、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 うわこれ、うなぎだと思ってください。こんばんぴー。日本語がメンコラピー言葉になってピー。すいません。間違えた。すいません。メンコラピー言葉になって。どこが間違えたのよ。分かんなかった。分かんなかったですよ。すいません。どこが間違えたの。言葉になって。どれが正しいか。いやいやいや、ちょろっとちょろっと待ってピリ。ここでノリピーはどう思うピー。大島なぎささん2000点。あ、すいません。ルパン、何そのルパンってつまんない。本当はここでこけるんだ。はい、萩原先生。ヤッピー、お父様ヘルチーしてる？昨日からグジュピーなんです。グジュピーノリピー、オレッピー渡したボッピーなオクセルピーちゃんと飲ませるピー。あいつが死ねば俺ピー。あ、失礼した。ダメだダメだ、もうすいません、もう一回耐えられない。新しい日本、平成元年もあと10分で暮れようとしています。私はこれからある善意のお蕎麦屋さんを訪ねてみたいと思います。毎年年越ばし蕎麦として一杯のかけ蕎麦を家族3人で来るんだよね。アペタイザーはホタテのフロンティーン、はい、スープは冷たいコンソメ、はい、ソアラビーチメインはポーチードサーモン、はいはい、シャンペンはドリームペリニオン、はい、オランソディーズ、はフルーツは食後の後で行く。
あ、そうですか。お詳しいんですとね。日常生活です。失礼いたしました。もう一度お願いした。あ、ちょっと取り替えますね。アプリそのカンペをちょっとお兄ちゃん持ってってくれて。なんこの注文はですね、はい、1ヶ月かかっても覚えられない注文。君急いでくれたまえ。今夜は最高だけに今夜の白バカなんてこれ分からんから。まあいろいろおっしゃってますけども、お知らせをご覧くださいませ。え、お知らせ、未来とお知らせに引き出すのだ。無視してる。全部で8回無視してるから、虫が8だ。まあ私決して好きなタイプではございません。若旦那、当節ミュージックにはね、うん、ビジュアルがついて、ミュージックにビジュアル、うん、新鮮な初物、ブランニュー。じゃあ、あの、生きのいぬもらおっかな。はい、ありがとう。明日 CLD100 出ます。トンネルズは強くお勧めしたい。今度の LD は階段。パイオニア、レーザーディスク、CLD100。生きっぱで新登場。シーンが見えると、音楽はもっと楽しい。アフリカの王子様が花嫁探しに大奮闘。 Go to New York. Think it is time to find your queen. Take the money. 愛と笑いがいっぱいのラブコメディ、エディ・マーフィー主演、星の王子ニューヨークへ行く。レーザーディスクでいよいよ登場。 NG には連鎖っていうのがありまして、一回起きると次々に NG が起こっていくんですが、まあ、これはあの同じ人が何回も起こす場合もあるし、他の人へとどんどん伝染病みたいに移っていくという場合もあります。連鎖には静かな連鎖というのがあって、これは再連鎖。うわあ、まあとにかくご覧くださいませ。もしもし、あの5階のエレベーターにですね、指輪2つお願いします。いいかな。すいません、もう一回ください。5階で止まるエレベーターに。あ、ごめんなさい。あの5階で止まるエレベーターに指輪を2つお願いします。よし、そろそろいいから。あ、ごめんね、邪魔してね。ちょっと早かったかな、これはね。いいです。いい、じゃあもう一回。わかりにくい。いいな、よーい、スタート。ハリマオ、最後に一つだけ聞きたかことがあったとです。豊子さんはなしてその親父のものになったかとですか。申し訳ないと思ってます。親父がスイットとですか。ごめんなさい。スイットット、スイットットですか。ああ、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 ごめんなさい、なんだっけ。よーい、スタート。ハリマオ、最後に一つだけ聞かったか、聞かすいません。ガー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 、もう一回。ごめんなさい。ガーガーガー。No, no, 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 no. Come on. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. How do you do he? What? How I feel? Oh, 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 oh,20インチでございますと、お嬢様。20インチ？はい。それじゃピッキーおばさまと同じだわ。はい。元通りの18半
もう一回お嬢様、お嬢様セリフ噛んだらダメじゃんさ、お嬢様。今度は前は万能食事っつの晩飯とおっしゃってた、お嬢様。テイク3でございますから、今度はちゃんとやりたいことあるんですよ。ごめんなさい、ね、お嬢様。ごめんなさい。もう子供は産みません。まあレッド様、来年お坊ちゃま欲しいって言わせるのを聞いたでございますけど。キャプテンバトラーに伝えてちょうだい。今日は私はもう外には出ません。万能ごゆ…ごゆは…お嬢様、3回目でございますよ、セリフ間違い。万能お食事でございますよ。もう子供は産まないわ。レッド様、来年お坊ちゃまが欲しいって言わせたのを聞いたでございますよ。キャプテンバトラーに伝えてちょうだい、はい、私はもう今日は外には出ません。万能食事はここに。お嬢様、何回 NG 出ちゃいいんだこと。万能食事ここでいただきます。お嬢様、万能食事っていうのがなんでそんな難しいんですか。簡単なセリフでございます、お嬢様。万能食事今ずるいよ、笑ってたよ。違います。私は万能食事が来るんじゃないか、来るんじゃないかと思うと目を伏せましたでございますな。お嬢様、もうこれだめだ。お嬢様、もう一回でございます。お嬢様、ひとしき笑ったらもう一回でございますよ。もう子供は産まないわ。レッド様は来年お坊ちゃまが欲しいとおっしゃったのは聞いたでございますけど。キャプテンバトラーに伝えてちょうだい。なんて伝えればよろしいんだろう。レッド様、なんて伝えればよろしいんだろう。前から返しますね。前からね、キャプテンバトラーにそこのところで、キャプテンバトラーに伝えてちょうだいから、 お嬢様、私顔こっち伏せてる。ちょっと待って。キャプテンバトラーで大丈夫でございますよ、お嬢様。キャプテンバトラーからね。はい、3、2。ごめんなさい。ちょっとこれ絶対私ダメなんですよ、本当一回やるとごめんなさい。お嬢様、向いたらずっと回ってる。ものすごい長いロールになってこの番組30分しかないってことだ。賞味20何分しかないってことだもん。お嬢様、はい、これだけで終わるわけいかないってことだ。じゃあキャプテンバトラーから入る。キャプテンバトラーに伝えてちょうだい、私はもう今日は外には出ないし、万能食事はここでいただきますって。マビロできたぞと顔なさらないでください。こんなの誰でもできんでございますよ。得意げに向こうに鏡の前に行きなさったから。はい、オッケー。どうしてそうやってバランスすんの。分かった、すごい得意げに行ったでしょ今。すごい得意言い終わった後。ごめんなさい。楽しいですか。ワン楽しい、ワン楽しい。今のご気分は。ワンワン、今夜最高。ワン、耳真っ赤になってる。ワンワン、痛かった、痛い、痛い。耳が肩が入ったまんま。わあ、狭い、苦しい、痛い。どうぞ。下北沢。はい。下北沢ですね。はい。まあしかし今年はなんですね。まああったかいっていうかね。消すの忘れた。あ、それね。いろいろ操作があるからね。いろいろ操作があるから。一種免許しか持ってないんでね。青山墓地までお願いします。いい。
青山墓地ね。しかし運転手泣かせの話もあるんですよね。ずっとタモさん回り続けてます。ああ回り続けてね。こういうの右折10年って言うんですね。運動の繰り返しになっちゃう。ウィッカーが、ね、最後のそば玉だったんですよ。トモちゃん、トモちゃん、あんた何よ。全部食べちゃって。一人で食べちゃって。こら、お前が全部食べないと芝居が続かないじゃないか。お前が全部食べて最後のそば玉がなくなってみんなが大騒動するのに。悲しいですね。まだ残っています。量が多い。量が多い。もう暗いよ。少なめにしたんだよ。ちょっと少し前から返すからな。頑張って食べ。すみません。な、泣いてんだか笑ってんだか。お父さんから行こう。お父さん、私本当に情けない。お母さん、うちは正月も越せないんですよ。これが最後のそば玉だったんですよ。あ、トモちゃん、トモちゃん、もうまだ、トモちゃん、もう少し、もう少し前から返さなきゃ、ちゃんとやばい。すみません、もう大丈夫です。どうしましょう。今のところ大丈夫です。もうちょっと待ちましょう。ゆっくりやりましょう。いや、もう終わりますから大丈夫。私、本当に父さん、はぁ、情けない。お母さん、お母さん、うちはね、見てください、正月も越せないんですよ。これが最後のそば玉だったんですよ。トモちゃん、ちょっとあんた、ほら、全部食べちゃって。やっと食べた。威張ってどうすんだ、若い。あなた。はい、どうも。はい。あ、酒井さん、酒井さん。あのね、なんであんなに面白いキャスターを下ろすんだって、今抗議の電話がね、回線が今、パンクしました。森田部長。はいはいはい。あ、酒井さん、酒井さん、いや、今日の泉さん面白かったじゃないですか。はい、わかりました。はい、酒井さん、酒井さん、酒井さん、今日の泉さん面白かったじゃないですか。講義でで で, で電話でね、電話でね、もう今日あんなキャスター面白かったぞって講義の電話がね。はい、すいませんでした。止まんなかった。パンクしました。すいません。遅かったじゃないか。ごめんなさい。好き。マリゴンなのね。あー、面白い、面白い。全部白い犬、面白い。ギャーッ、つまらないか。ああ、女房に逃げられて、妻はいない、妻はない。じゃあ私、失礼して。帰ったつもり、これからあいつのことをつもりと呼ぼう。風景に合わせて、時間に合わせて、
6連装 CD マガジンを選ぶ。デジタルサウンドが加速する。 CD がシーンを語り始めた。パイオニアエクストラカーコンポーネント、カロッツェリア。今度の LD はカイロ、パイオニアレーザーディスク CLD100、 7キッパで新登場。シーンが見えると音楽はもっと楽しい。つもりはつまり今はいません。ですから私がエンディングはエンディングだけに、エンジのタクシーのここにいるのがイブ、ここにあるのがイボ。何かイボあるかね。イノシシについたらイボイノシシ。カエルについたらイボカエル。兄弟やったらイボ兄弟。石焼きイボ。イブセブンイブイキバ。この番組は音と光の未来を開くパイオニアの提供でお送りしました。2人であの踊るようになってから3センチぐらい上がったんじゃないですか。バストですか。見た目上がったなって感じがする。こういう感じ。ソビエトが戦略核削減交渉で大幅に譲歩しました。この後お伝えします。